思い出のガンプラキットレビュー集。SD ガンダム BB 戦士。SD 戦国伝。風林火山編。はやてのニュー。遠い昔、この世を暗黒に閉ざし、恐怖をまき散らした怪物を、天空より降り立った4人の勇者が倒して封印したと伝わる、風林火山四天王伝説。風林火山四天王の一人が使ったという風の鎧は、武者ニューを、その持つべきものとして選んだ。こうして武者ニューは、はやてのニューとして生まれ変わったのである。はやてのニューは、武者七人衆の一人である武者ニューガンダムが、純王天の力を宿す、風の鎧をまとった姿なのでおます。先の戦いの折、武者七人衆として戦った武者のうち、ニュー、マーク2、ダブルゼータ、最古の4名は、天空四天王の力を宿す鎧に認められ、なんやかんやで、風林火山四天王へと出世したのでございます。そうだ、その通り。武者ニューガンダムは、初代ガンダム大将軍と共に戦った四十王の一人、ニューガンダムの息子なのですよん。モチーフは当然ニューガンダム。いやさ、リアルタイプのガンプラ、ニューガンダム、フィンファンネル装備型の解説書に記載されていた、ダブルフィンファンネル装備型に近い仕様かもしんない。作品によっては、ファンネルを翼のように用いて空を飛ぶので、翼付きガンダムの衣装としては、初期のデザインとして有名なガンダムなんどすえ。そうだっけ？高貴な生まれなのだけど、両親が早くに亡くなるや、父の友人である山寺の和尚に預けられ、その山に住む伝説の友人が、ニューガンダムに武者としての修行を積ませたのですよ。わけわからん。そんなこんなで修行の末に、自由自在に飛んで敵を攻撃する神秘の武器、万能武器ファンネルを友人から授かり、山で共に修行をした固有を守護獣として伴い、先の大戦の折にガンダム軍団に参入したのでございやす。だが、しかーし、大戦後、久しぶりに山寺に戻ってみれば、山賊によって山寺は荒れ果て、育ての親である和尚と友人は虫の息。ニューは和尚たちを襲った山賊を倒そうとするも、山賊たちは予想以上に強く、卑怯な罠によって比喩は囚われ、刺し物ニューも大ピンチ。ところがギッチョン、突然、竜王天の鎧が現れ、傷ついたニューの体を包んだことで形勢が逆転。ここからはセイントセイヤみてえなノリで、烈風かまいたちや、竜巻投げなどの世も末な技を繰り出し、山賊たちを次々と倒したのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。とにもかくにも、ニューが鎧を呼ぶと、青いメディテーションモードを経て鎧を着装し、はやてのニューへと変身するのが素敵すぎ。その後は、竜王天の導きで武者プラスという若者と出会い、自らの習得した技を伝授し、風の称号を与えたのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1990年、BB 戦士武者ニューガンダムのリデコキットである、BB 戦士、はやてのニューが発売される。当時としては、まだまだニューガンダムが安定した人気を誇っていた時期だけに、その優先度は高く、風の鎧を装着しただけで、凛しく印象が変わる点が大いにガキンチョに交換されたが、残念ながら、このキットは色分けがいまいちの印象、かっこよく仕上げるには、多少の塗装が必須であったという。キットの値段は500円。1990年7月に発売されたキットだよん。BB 戦士。武者ニューガンダムの成型色を変更し、風の鎧のランナーと、風林火山四天王伝説の、風の書というインストを追加した仕様なんどすえ。ちなみに、動画で使用したキットは記憶正しい再販版。豪華仕様が多い風林火山編のガンプラでも、風林火山四天王のガンプラは、メッキパーツはついてるものの、色プラではないためなのか、同シリーズの他のキットに比べ、ざっくりした色分けだったのでございます。その、通り。武器は、名刀村正になぎなた。弾丸発射機構付きの種ヶ島ライフルがついてるよん。このキットも、軽装タイプに鎧を装着する方式や、支援メカとの合体ギミックを採用し、鎧を飛竜に装備させることで武者飛竜にできるのですよ。まあ素敵。風の鎧は、装着するだけで、武者ニューガンダムが凛々しいイメージに変わる優れもの。鎧だけを装着して飾れる専用のスタンドがついているのが嬉しいね。当時は、兜がいかついのを嫌気して買わなかった人もいたものだけど、おおむね、風林火山編のファンなら、4体揃えるのは当然の行為だったりした問題。そうなんですよ、川崎さん。ちょっと待ってください山本さん。このキットの売りと言うべき風の鎧は、風林火山四天王の中でも、見栄えが良いと評判だったもんざいもん。中でも、風林火山四天王最初のキットでもあるこのキットは、武者ニューガンダムのキットでは、黒に近い色で成形されていた部分が浅葱色に変更され、メディテーションモードを意識した成形色になっているのが特徴ながら、付属しているシールを貼っても、
色分けがいまいちという欠点があるのよ、初見さん。その他、風の鎧の型の部分が、一度取り付けると外れにくいのが厄介なのだと人の言う。やっぱし、構造が単純な BB 戦士といえど、仮組みしながら作らないと、どんな落とし穴があるかもしれん、かもしれん。確かに確かに、ガキンチョには厄介なキットには違いないものの、当時は人気のキットだっただけに、その後、改めて作ってみたいと買い求める人が多かったのも語り草。そんなのどこでわかるのかと問われれば、再販版が模型店に来た際に、その減り方を見れば一目瞭然。特に、買い漏らした奴はよく覚えているのは確かやね。そんな奴らいるわけねえと侮るなかれ。巷に腐るほどが近所がいた当時、SD 全盛期を体験したファンは極めて多く、今でも確固とした地位を獲得しているのは当然のこと。それは、意外でも何でもないことなのだよ、皆の衆。そうだそうだ、そうかもしんない。当時としては、アムロとシャアの最後の対決を描いた、劇場版、機動戦士ガンダム逆襲のシャアの影響がまだまだ残っていた時期だけに、ニューガンダムには、格別の思い入れのあるモデラーも多く、何気に、武者サザビーもキット化されていたもんで、風林火山四天王を4体集めるのが厳しい奴は、この2体のキットを買って並べて飾るのが定番でした、予想でした。思い返そうそうし合う。武者アレックスをはじめとする新生武者5人衆に、風林火山四天王、ザクトと暗黒のかけらを集めて作る復活闇将軍など、風林火山編は、やたらと集める要素が多かったシリーズだけに、当時、すべてを集められなかった人は数多く。今こそ、若かりし日に果たせなかった夢を果たそうと、いいおっさんになってから、中古品や再販キットを買い込む人が量産いるのよ。まあ怖い。まあ、あれよね。一部の方は、友達で分担して復活闇将軍を再現したなど、世も末ない行が今の時代に伝わっておりますけれどもね。どっちかってと、当時は、ガンプラよりもミニ四駆の方が好きな方も多かったご時世。俺はミニ四駆に命かけてますから。なんつう、遺体が気にはあったことはあるけども、ガンプラに命かけてるような、そんなガキンチョはいませんでしたね。当時のガキンチョの優先度としては、ファミコン、ミニ四駆、そんでもってガンプラー、だったっけ？実際、ガキンチョがワンサかいた時代だもんで、SD ガンダムのキットを買うやつが多かったのは間違いないものの、巷の一般家庭のガキンチョならね、せいぜい1個か2個、ガンプラ持っていたら良い方。兄弟が多い分、小遣いが少ないのが当時のガキンチョの特徴ですからに。おもちゃ屋とかに置かれていたカードダスのキラカードの収集や、ガシャポンのレア物集めも流行ってましたんで、店頭でおぜぜを使い果たすガキンチョも、何気に多かったような気がする今日この頃。でもね、まあ、なんだ。解説書のコミックワールドを楽しみにして、キットを購入するガキンチョが大勢いたのも当然しかり。シリーズものの場合、買う癖がついたやつは、何度も何度も買う癖がついてますので、当時は欲しいのに買えなかったことがトラウマになり、いい年ぶっこいた大人になってからガンプラ熱が再燃し、かつて集めたけども処分しちまったガンプラを、今更ながらに集め直すつわものも、巷には結構存在しているのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、きっついわー。